ちは。今日は東純フェスで売れ残った木を、まあ、僕が自分のお金で買って、これをちょっと雰囲気のある木に、まあ、元から雰囲気あるんですけど、少し鉢がにぎやかな鉢なので、この木をもうちょっと おつな木にしていきたいなっていうふうに。 おつな木、はい、うん、この木は、スルメモドキっていう木で、今ここにちょっと実がありますけども、この後から実がだん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 オレンジになって、うん、それが中から赤い実が出てくるんですけども、はい、割とこうひょろひょろっていうなってるの割と面白いなと思って、ここはちょっとね、うろっぽくなってるんですけど、はい、ここで古さが出てるので、これをちょっと鉢を変えていい雰囲気にしていきたいなっていうふうに思います、はい、まずちょっと針金がすごい巻いてあるんで、それを取りましょう、はい、この木は、ね、当時の生徒が出した木なので、自分でねかけたんでしょうね、この針金を、うん、この帽子はやっぱり仁志くん人形を意識して、かわいいでしょ。かわいいはかわいい、秋冬に向けて。向けて、うん、暑いですけどね、今日暑いですそんな帽子かぶってる弟子いないでしょそんな弟子っていうか、はい、盆栽業者ですらいない。いないよね、そんな帽子かぶってる。植え替えだけでってこと、うん、あとちょっと枝を抜きましょう。この木の特徴として、細い木が、まあ、上までひょろひょろってなってるんですけど、はいはい、少し葉の量というか、うん、枝数が多いんですよ、ね、そのためにちょっとそれを落としてあげると、より細い幹の良さが出てくるかなっていうふうに思うので、うん、枝も落としていきます。やっぱり今はまだね、あの実が色づいてませんけど、こういう木で、まあ、床の間とか少し遊びのある場所に置いてあげると、うん、割と秋の風情を感じることができるので、僕はこういう木が好きですね。ちょっと広いところにポツンとこれがね、それも おしゃれですね。まあ、盆栽美術館でいうと荘の間っていう場所に置く木ですね。これは新緑荘ある中で一番遊びのある真ん中の部屋ですけど、ぜひ美術館へ足を運んでくださいこういうひょろひょろとした文人のやつとかが大体荘の間に飾られますね。ちょっと枝を抜いていきましょうか。で、角度として少しを起こしたいので、これぐらいを想定しています。で、これをこう持ってくるのと、でちょっと針金をかけたいなというふうに思うので、下げるってこと、はい、ちょっと多いところを 3D ですね、ちょっと多いところを落としていきましょう。で、まず最初に絶対落とすべきポイントとして、ここが、まあ、出のところからまあ、2本出ちゃってるんですよ。で、こういう風に立てる時に、まあ、これを返してくるよりも、これを、ね、しっかり裏枝として使ってあげた方がいいと思うので、こういうのはもう切っちゃいましょう、はい、これは後でカットパスタ塗っていきましょう、はい、あとはこの辺ですね、この辺の出を見せてあげた方がいいと思うんです、うん、この辺なので、少しこの辺のごちゃごちゃ下のやつも落としてあげるとすっきり。この辺も多いと思うんですよ。正直どっちかでいいと思うんです。これだけにするとか、これだけにするとか、どっちでもいいと思うんですけど、うん、まあ、少し実もあることですんで、軽くするだけにしといて。雑木の剪定も長白ほどやってないからだと思うけど、難しい。選択する難しさ。例えば、こういう木でどこまで切ろうかって考えた時に、まあ木によるんですけど、このツルメモドキの場合はここ交互に出るんですよね、このツルメモドキっていう、はいはい、で例えばこっちに枝を伸ばしたいだったらもうここに詰めちゃえばいいんです。でこっちにやりたいんだったらこっちを残して切る、そういう風にやっていけばよしなんですけど、切り詰める時にまあみんな二目って言うと思うんですけど、この芽がまあ、何らかで追っかえちゃう場合があると思うんです。追っかけちゃう場合が出てくる可能性があるという、うん、はいはい、だからそのために保険で、その上で取る切るって感じなんですけど、うん、その場合だったら少し枝が伸びちゃうかもしれないけど、3つ例えばだから右左の次は絶対右になると思うんで、うん、右に生かしたいけど
ちょっと心配だなっていう時は3つ目で切るとか。それをここの中から選択してどのぐらい減らすとか、そもそもどこを生かすとか、難しそうだなって。そうだな、でも全体の雰囲気じゃないですか。感覚？感覚じゃない？感覚っていうか、小白って大体なんか定義あるじゃない、枝落として配置こうしてこうしてみたいな。でも雑木も一緒ですよ、基本的に。うん、挿し枝頭とか。ああもちろん。ただその木がどういう木なのかにもよる。例えばこういうね木の場合だと、やっぱりこうやって落ちてた方が少し古さが出るわけですよ。落ちてる枝っていうのは古さを出すっていう意味もあるんで。ただまあ雑木の場合だとあんまり粘っ気がないんで、折れるっていう考え方があるんで、まあ、基本的に上に上にっていうのはあるんですけど、でも全部が全部そういうわけじゃないと思う。ましてやこのツルメなんか枝がツルっぽく伸びやすい性質にあるので、割と枝が柔らかいんですよ、うん、なので若干こうやって垂れて作ってもいいと思うんですけど、ツルメだと少し半剣とか剣外で作る人もいますから、うん、そうですね、そういう木でもね全部上に上がってるかって言うとそうじゃないじゃないですか、うん、半剣の雑木もあるわけで、重要なところはちょっと下げるっていうのはありだと思います、うん、これも分人ですもんね。そうですね、樹形で古さを出さないといけないんですよ、うん、ただ雑木のこういう分人の場合だと、小白ほどかっちりと作るとその良さが薄れると思います、うんうん、やっぱり今の時代あれかもしれないですけど、盆栽の場合女性に合わせる雑木の、うん、雑木ね、はい、なのでまあそこでかっちりと作るよかは少し柔らかみを持たせてあげる方が、うん、まあ雰囲気が出ますよね。残すところで言うと、はい、これやっぱ挿し枝、これ裏枝これ、うん、ってことだよね、うん、でこれはね少しこうやって戻していきたいなっていう、だからこれの逆側に、まあ、バランスとしてもうちょっと詰めると。まあでもちょっと実があるから残してる。あ、なるほどね。で頭だ。そう、あ、じゃあこれもしっかりガチッと作る必要はないと思うんですよ、うん、雰囲気でいいと思う。なんとなく、そう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 、だからもう枝棚とかじゃなくて、そうそう、ね、まあそういう木もあります。例えばモミジの模様木とかだとしっかり、ね、枝を作っていきますけど、雑木一般的にその模様木ってなると、うん、ただこの木の場合はそうじゃなくて、より雰囲気というか、なるほど、ね、この動きを見てっていう木なので、うん、そこに葉っぱがあって実があって、そこでトータルで楽しむっていう木なので、うん、だから逆に言うとさっきの状態だと雰囲気は雰囲気なんだけどガサが多すぎて、うん、あんまよくわからない状態。文人風の木で考えるとね、そうそうそう、多すぎますもんね葉っぱがね。そうそうそう、だからその辺はバランスですよね、うん、これぐらいでいいんじゃないかなっていうふうに思います、うん、奥が深いな。まあ、でもその辺はさっき言ったような層の間に置くような木だと思うので、うん、少し遊びを持たせた方がよりこの良さが引き出させる、うん、引き出すと思います。行、ね、の間とか分かんないんだよそれ新行層、まあ新が一番いいんですけど、その中間が行で層が一番遊びなので、うん、新行で置くのであればもう少しガッチリとした木を置いた方が、うん、が出ますけど、風格じゃないんですよこれは遊びというか、だからおつな木ですよね。おつな木を作る、はい、じゃあ針金をかけましょう。針金ちょっと食い込んでたんだ。そうなんです。ただそのつるめも、うん、なかなか早い段階だと癖がつかなくて。そうなの。そうなんです、つる症だから。そう、まあこの針金掛けは若干の癖をつけるっていう名目なので、うん、そんなにがっちりやらなくていいと思います。ちょっと優しめに。そうそう、ちょっと葉っぱを透かして、透かしてあげましょうか。大きい葉っぱを取るだけでもすっきりしますので。そうは言ってもね、もう落葉の時期に入ってきますんで、そうですね、あれですけど、まあツルメの場合落葉しても実が残るんですよ。それはそれで綺麗というか、うん、なのでこの葉っぱがなくなった状態でポツッとあるっていうのがこの一番の見せ所かなというふうに思います。そうですね、そこでつけすぎても良くないと思う、うん、その中にこの木の中に一つ二つぐらいの実がポンポンって
赤とかオレンジのやつがついてると、あ、そこでオツだねっていう気になると思うんで、ね、こう人のうちの盆栽とか見て、あ、オツですねって言うとツーっぽい。まあ、オツをどう評価していいかわかんないですね、その感じ取る。そう、ここ以外では聞いたことないかもしれない。でも、伝わる人には伝わると思いますけどね。オツだね。オツ鳴きっていうの。わびさびですかね。そうですね。うん、外国の人にわびさびが伝わられない。言葉は知ってるんでしょうけどね。知ってるのかな。わびさびはもう相当みんな知ってるんじゃないですか。うん、ちょっとね、この辺りに苔が乗ってるんで、これを掃除しましょう。これって商品だとね、なかなかそのこういう木を作るので表現ができない部分も出てくると思うんですけど、ある程度大きさがないと、パンフォーサイズがまず大きいから、そうそうそう、商品じゃ無理ですね。ちょうどいい大きさで遊び心が出るというか、ね、もうそろそろ柿が色づいてくるんで、うん、まあ、こういう文人の中に柿が1個あるとか、うん、そういうところもやっぱりいいですよね。うん、そうですね。やっぱ雑木でも肩を見せるなんだな、文人風だから。まあね、古さを出してあげるっていうのは、うん、そういうところで出してあげていきましょう。はい、こんな感じ。はい、掃除終わりました。じゃあ植え替えをしていきましょう。植え替えをしていきます。こんな10月なのに植え替えしていいんですか。まあね、あんまり適宜じゃないので、適宜じゃないので、あんまり崩さないで、植え替えしてあげますけども、まあ、鉢替えっていうイメージですかね。うん、本当はもう少しいい鉢に入れてあげたいんですけど、うん、僕これぐらいしか合いそうなのなかったんで、うん、これ私物なんで自分の鉢で合わせないといけないんですけど、本当はなんか、盆栽とか、うん、BGR とかに入れても面白いかもしれないですけど。 BGR 南蛮の鉢を、息子さんかな、もう割と面白い鉢を作るんですよ。うん、土目のいい、そういうのに合わせてもいいと思うんですけどね。とりあえず僕これ今これしかなかったんで、こういうふうに植えます。やっぱ色鉢じゃなくてこういうデイ鉢か。僕はやっぱりその選んだ理由もこれでもいいんですけど、うん、これはどちらかというと春とか夏とか、うん、緑の時に見せるような鉢なのかなって、この木に関しては。なるほどね。で、この色とかあと実の色とかってなった場合には少し落ち着いたこっちの方が映える、まあいいのかなっていう、うん、まあ、古さも出てきますし。そうですね、この色が不調ではあるので一個。一本ちょっと一個文人のこういう少しこっちが重いような木を止めるときは少し、太い針金を使ってあげるとしっかり止まると思います。うん、細い針金だと意外と水やりとかでもぐるぐる動いちゃう場合もあるの で、 であともう一つ、うん、この鉢のどこを正面にしようかって考えた時に、はい、こっちに重心があると、うん、この三つ足だと足のない方に傾く可能性があるんです。うん、その辺はちょっと止めてみてなんですけど、重心とのまあ、バランスを見て、足を前にするのか倒れない位置でこの間を真ん中にするのか、うん、その辺はちょっと入れてみて判断しようと思います。まあ、こうやって置いた時にもすでにこっちに傾くので、うん、重心はここにあるんでしょうね。まあ、この辺で止めた時にこれがあるんで残したら出ちゃうんだ。うん、まあ、春、あ、大丈夫ですね。枯れてますね。あ、枯れてる。あ、折れた。この辺が春だったらしっかりね、うん、処理ができるんですけど、ちょっと出ちゃう部分に関しては、まあ、水苔とかで対応はしようと思います。うん、時期外れの植え替えだとこの時期に植え替えするのみたいな人いると思うんですけど、うん、業者さんなんで、まあ、室はありますし、ね、一年中植え替えはしてるんですよ。っていうか、じゃないと国風ってできないですよ。確かに。国風出す気って、もう本当直前に植え替えるんですよ、みんな。いや、ほんとにいいかもね。
ここ数年でもそれは全部みんな室に入れて管理するんで、うん、そう一年中植え替えしても管理方法が良ければどうにでもなるってことですよね。そうそう植え替え方法ってそうそうこのぐらいのね根を落としてとかっていうのはもう散々分かってることなんで、うん、この辺はね春と同じようにはしないです絶対みんな。そうですね、逆に言うと春だってこれもう木によっても丸裸にしますからね。そうね、じゃないとまた植え替えしなきゃいけなくなっちゃうっていう、うん、そのぐらい、はい、はい、で倒れなくなりました、はい、ちなみに根っこは切ってません今。上のとこ崩しただけだね。そうですね、うちは葉玉とキリウスの中混じったものです。赤玉だけでもいいって言いますよね。いいと思いますね、時なんでね、派手な格好した人がおつなきを作る。これはベビーオイル、ベビーオイルが染み込んだ、染み込んだ雑巾です、はい、じゃあ一旦水やりましょう。苔を探してきます、はい、少し薄めなやつをこの根っこが出てるところに置いて、もうオツかもしれねえな認めたくないがオツかな。これでもこれをオツって言いますよね、多分ちゃんと合ってますよね意味。編集で載せときます、オツの意味できた。オツの場所に飾ってみますか。うん、どこをつって、オツオツとはって、ね、いやでもオツですよ、うん、シュールシュールじゃないでしょ。まあね、これはない方がいいですね。スズムシだそうです。まあもうちょっとすればあの葉っぱが赤くなって赤い実が出てくると思うんですけど、うん、なるほど。これが当時で売れ残ってたと。そうフェスで、フェスで買っちゃった。買ったさんぐらいやっぱここまで想像して買うと。そうですね、それはもうもちろんこの葉が落ちて実だけになった時のことまで想定して、いいじゃん、ちょっと起こしてよかった ね, ね、勢いも出るし。売れ残った時にですね、こういう木のプチッとした木だけじゃなくて、こうやって洒落たような遊びのある形にも防災ってなるので、うん、残った時にこういうのを想像して、まあ、自分で買いましたけど、やっぱり改めて合わせてみるといいですよね。いい、こういうのが1個家にあるだけでもいいと思いますし、うん、これをだからその実だけのになった時期にちょっとお客さん来た時にパッと飾ったら超、ね、超おしゃれ。そう、ね、これでお酒が飲める木ですよね、うん、っていうのがやっぱ臓器のこういうね、この動きと、ね、これが自然じゃなかったらまた違うんですよ、印象って。そうね、ということで木を買うときにこういうのが想定してると多分フェスでも売れてた。そうですね、でしょ、ね、こういうやり方もありますよっていうことですよね、うん、だから今入ってる鉢をだけじゃなくて、この木にはどういう鉢を合わせてみようかなとか、どういうところに飾ってみようかなっていうところを想像すると、うんうんうん、もっと盆栽の引き出しが増えると思います。そうですね、はい、もうちょっと鉢古くてもいい ね, ね、だからもう少し、ね、時代が乗ってる鉢の方が、うん、落ち着いていいと思うんで、さっき言ったような、ね、盆栽とか そ, う、ね、そういったようなのに入れてもいいかもしれないですけど、はい、まあ、僕が今これしかなかったのであれですね、はい、ということです。はい、ご視聴ありがとうございました。あそこであれやってよ、よくあるじゃん外国の人がここでハサミ持って3メートルのやつやってよ。
あ、いいね、ぽいぽい、外国の人のサムネっぽい。これも映ってるでしょ、最後に。何が？おまけで。おまけでかもしれない。いいね。よし、OK。